ようございます、ジンムです。本日公開されたあなたの島を紹介観光案内メーカーを触ってみたいと思います。いや、これめちゃめちゃ楽しみだったんだよね。こちらがそのホームページなんだけど、下にねググググってスクロールすると説明が書いてあって、まずは観光案内メーカーって何ぞやってところなんだけど、任天堂スイッチ集まれ動物の森で撮影した画面写真や動画を使って自分の島の魅力が詰まったポスターやムービーを作ることができました。いや、これめちゃめちゃ可愛くない？こういうポスターがなんと簡単に作れるというね。あと気になるのが、動画もムービーも作れるって書いてあるんだよ。いや、これもし作れたらね、みんなのね観光ポスターや観光ムービーをジムの動画でも紹介したいなと思っていて、いや超楽しみ。そのまま下にグググって進んでいくと、どんなものが作れるかの説明があります。その1、観光案内ポスター。画面写真にデザイン、キャッチコピーなどを自由に組み合わせてオリジナルポスターを作ることができました。いや、かわいい。この右にねたくさん今ポスターが並んでるんだけれど、任天堂のポスターおしゃれすぎませんか？しかも注目ポイントが、この夢バンチがねしっかりとポスターの中に載ってるんですよ。いや、これ神すぎるんだけど、デザインも一つ一つが可愛すぎる。あ、お花見とかしてる、いいね。そしてそしてできることその2、観光案内ムービー。案内したいポイントを決めて画面写真や動画を選べば、あなただけのムービーを作ることができます。さっきからチラチラ見えているさ、住民さんのポーズがめちゃめちゃ可愛いんだけど、あのこのリアクションください。汗を拭くリアクション、これ欲しいです。え、これフラグかな。なんかさっきからいろんなポーズ撮ってるんだけど、これジムも写真撮りたいです。ずるいずるいぞ。はい、話を戻すと動画、あ、この度は本当に興味をお持ちいただきありがとうございます。簡単ではございますが、ちょっと待った、本当の魅力をご紹介いたします。動画撮れるんだ、作れるんだ。公式のアップデ情報みたいな、公式のアップデ情報みたいな動画が撮れる。ちょっとジムこれ力入れてやってこう。おー、ワクワクすぎる観光案内ムービーでした。簡単に作れるんだね、これが。ちょっと思ったよりクオリティ高すぎてびっくりしてるんだけど、作り方の説明に移りましょう。作り方、任天堂スイッチで撮影した集まれ動物の森の画面写真、動画が必要ですと。スマートフォンに保存したものから動画を作る、ポスターを作るパターンと、ツイッターに投稿したものから作るパターンがあるみたいです。スマートフォンへの転送方法ということで、あ、これはこれまで任天堂スイッチが説明してくれていた写真の送り方が載っていますね。スイッチから写真をスマートフォンに送るためには、スイッチのアルバムアプリを起動して、そこからA ボタンを押して共有や編集メニューを表示で、開いたメニューからスマートフォンへ送るを選択して、まとめて送るを選ぶと画面写真なら10枚まで選択できると。これすごく便利だよね。で、本体に表示される画面の案内に従ってお持ちのスマートフォンカメラで QR コードを2枚順番に読み取ります。以前も動画で紹介したんだけれど、ほんと QR コードをスマホで読み取るだけで画像がねスマートフォンにダウンロードできると。まあ、いろいろ注意事項もあるので、うまくいかないよって方はぜひチェックしてみてください。そして Twitter のやり方は、あ、Twitter からも読み込めるんだね。観光案内メーカーの画像写真動画を選択する画面で Twitter 連携ボタンをタップ、ふんふん、 Twitter のアカウント情報を入力してログインボタンをタップ。そしたら一覧でこれまでにツイートした画面写真や動画が表示されると。へえ。で、観光案内メーカーはスマートフォンのみで利用できるので、スマートフォンに今から切り替えていきたいと思います。Q&A もね丁寧に置いてあるので、よかったらチェックしてみてください。こういう持ち方したいよ、ジムも。周りの写真が可愛すぎて気になりすぎます。あとは2021年12月31日までの期間限定サービス。1年ぐらい使えるからめちゃめちゃ楽しみですね。じゃあ早速スマートフォンに切り替えてやってみましょう。はい、こちらが観光案内メーカーのスマートフォンアプリケーションです。同じような画面が見れるんだけれど、始めるを押していこうと思います。で、さっきジムね、ちょっとだけね、チェックしちゃったので、また来てくれたんだもねという、2回目の会話になっちゃったんだけど、なんかよく来てくれたんだもねっていう、タヌキがね、まさかアニメーションして迎え入れてくれました。すごい嬉しい。
新しい観光案内を作るだも作るということで、ポスターかムービーかを選べます。まずはポスターを作っていこう。ポスター、なんかデザインがおしゃれすぎて可愛すぎるんだけど。島の名前を入力してね。神無人島です。 OK。 ポスターにしたい写真を選んでね。だってここでこのまま写真をスマホから選ぶか、ツイッターに投稿した写真の連携もできると。じゃあまずはスマホから読み込もうかな。よし、そしたら写真を選択します。あ、この画像写真は使用できません。加工した後の写真は使用できなさそうなので未加工のものを選択しよう。ジンもいつもツイートとかするときは若干ね、色を明るくしたりとかするので未加工なものを選択していきたいと思います。よし、さっきの写真の未加工なものを選択しました。あれ、ダメなんだ。そしたらツイッター連携試そうかな。よし、ツイッター連携をしました。おそらくスイッチから本当に直接ツイートするって押してツイートしたものや、あとは QR コード読み込んで保存したものしか取得できないみたいです。ここ注意だね。おそらく結構多くの人がツイートしてそれを保存するみたいなことやってると思うので、それだと読み込まれませんでした。気をつけてください。あ、そして来た、ジムがスイッチから送った写真たちがをたくさん読み込んでくれます。ありがたや。いや、これが眺められるだけでも結構事務的には神機能なんだけど、その中でもさっきの写真を読み込んでもらいましょう。これかな？これ。これを選択します。このリリアンちゃんとバニラちゃんが写っているやつ。あ、そしてフレームを切り替えることができますと。あ、待って！写真の位置と大きさも調整できる。あ、めちゃめちゃ可愛くない？すでに。え？え？かわいい！神無人島ってなってる。あ、色も変えれるんだ。右上のね、ボタンを押すと白かグレーかも選べました。で、画像をアップすることもできます。左のバーでも、ピンチアウトでもできます。そしてフレームですよ。縦書きもできるの。あ、見て、雑誌風。これ、大興奮なんだけど。大興奮なんですけど。そしてね、キャッチコピーが入れますって書いてあるから、キャッチコピーも決めれるんだね。あ、どれにしよう。これは嬉しい。これは嬉しい。何種類かな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、8種類かな ?8 種類で、色がそれぞれ選べますね。あ、これにしようかな。あ、でも待って、横にしたいな。横画面の、これにしようかな。飛行機にブーンって乗ってる感じがすごく可愛いので、これでちょっと位置を調整して、OK ってします。自分の島のキャッチコピーをつけよう。選べるんだ、いろいろ。なるほどね。文字入力はできないけど、いろんなものから選べます。これあれかな？パスポートの言葉かな？いや、なんか新しい、全然違うやつだね。いろんな文章ありますよ。どうしようかな。じゃあ、動物の秘密基地にしよう。意外とね、選択肢難しいわ、これ。観光ポスターらしくなる文章が選ばれてます。いや、これめちゃめちゃ興味深いな。こういう言葉が観光ポスターに使われるっていうのからチョイスされてますね。あの文字がさ、ふよふよ動いてるの、選択した文字。そういったところもすごく細かく作り込まれているウェブサイトだ。で、OK と押して、ポスターに表示する夢番地を入力してね。あ、ここで夢番地も入力できるんだね。よし。入力しました。神無人島の夢番地、こちらのポスターでよろしいですか？はい、 OK です。で、観光案内ポスターが完成したのも、やったー。いろんな場所で宣伝してきてちょうだいね。スルスルということで、おお、この案内所の掲示板に貼られる感じとかも最高すぎるんだけど。じゃあこれを写真に追加してツイートしようかなと思います。ここからツイートするで、観光案内ポスター完成。私の島はこんなところですっていうツイートもできるし、リンク付きでね、ツイートされるみたいです。これ嬉しいな。そしたら、次ムービーも作っていこうか。では、ムービーも作るを押していきましょう。このページから離れると、完成したポスターを消去されます。本当によろしいですか？ OK。もう保存しました。そしたら続いてはムービーで、神無人島 OK。案内したいポイントを3つまで選んでください。フォトスポット、博物館、ファッション、イベント、自分の家、特産品、私のおすすめ、住民風景。
あ、どうしようかな。じゃあフォトスポットと住民と風景、あ、各ポイントにぴったりの画面写真動画をアップロードしてね。だって、あ、動画もアップロードできるんだね。じゃあフォトスポットを選択していきましょう。画像3枚か動画10秒以上の動画だねらしいです。でも直接スイッチから動画あんまり送ってないから、今回は写真を3枚選択しようかな。神無人島の島の様子を投稿しよう。写真は3枚まで、動画は1本まで。じゃあ住民さんたくさんあるよ、神無ハムスケとか。フォトスポットと風景ちょっと被ってたなまあいいや。しばらく動画のシェアをやっていたらトップに戻ってしまったんだけど、みんなも動画をね作るときはあらかじめツイートを準備しといてとか、動画を準備しといてから始めるのことをおすすめします。私のおすすめは動画をチョイスします。少しね重い、てかスマホがめっちゃ熱い多分作るの相当大変なんだろうな。頑張れ頑張れ。よし、この最初の方で OK です。よし、これでやっと OK にして、この素材で観光案内ムービーを作りますか。わ、すごい編集画面みたい、動画の。 OK、 ムービーの表紙になるサムネイル画像を選択してね。え、サムネまで選択できるの、最高じゃん。そしたらこれでいいかな。 OK で、島のキャッチコピー、エモいふるさと謎で、夢番地も入力すると。よし、どうでしょう、これでできるの。動画が本当にお疲れ様。ムービーの完成には時間がかかるから少し待っててちょうだいね。はーい。え、ドキ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 、うー、めちゃめちゃ緊張する。いや、この待ち時間の画面もめちゃめちゃ可愛いな。いや、本当に作り込まれてるよこの観光案内メーカー。触ってるだけでも楽しいかもたぬきちと豆粒の会話が面白い。おー、できたー、できたー。再生してみるか。この度は本当に興味をお持ちいただきありがとうございます。始まったー。しかもナレーション付き、エモいふるさと神無人島、本当の魅力を観光案内いたします。うおー、すごい、クオリティがすごい。とっておきの一枚を撮るな。フォトスポットについての紹介もしてくれるの。忘れられない思い出を持ち帰りください。おー、そして住民さんについても本当の魅力、かわいいやろ、思いがけない出会いがあるかもしれません嬉しすぎる。そして注目のこちらは私のおすすめ、ちゃちゃまるこの動画めっちゃいい感じなのが、さらにね公式っぽい吹き出しでいい感じに。いかがでしたか。いや、エモいふるさと神無人島へぜひ、おー、遊びに来てね、みんな。いや、クオリティ高っびっくりのクオリティでした。いや、こんな映像が作れるなら何度でも作るわ。もう想像の10倍ぐらい良いサービスだったので、ぜひみんなも作ってみて、そしてね、動画で紹介してもいいよって方は神無の概要欄に貼ってあるツイッターからリプライで観光ポスターやムービーを送ってください。生配信や動画でみんなのポスターやムービーチェックしてみたいなと思っております。参考になったよって方はチャンネル登録、評価、コメントをぜひよろしくお願いします。それでは神無でした。バイバイ。